はい、騒がしいのは水が出てなかったせいです。この各ピッカーにゴミが詰まってんのかなと思って外してみたら水が出てない。なんで水来ないのと思ってたら、途中にこの小屋の水を止めるバルブがあるんですね。そのバルブのところに砂がみんな詰まってたみたいで一切水が出てなかった。で今このバルブを開けたら、要は砂が、各ピッカーのところに詰まっちゃったみたいで、今ここに残ってる、いつだったっけな、18だったっけかな、の小屋の水道をピッカーを全部外してゴミ取りをして、今水が飲めるようになったので、はい、喧嘩しておる。水を飲んでます。あんたは飲んだのかい。もう我関せずな感じのがこういますけど、もう飲みたいのはここにみんながっついて人の、あの口の周りかじりながらやっております。なんかね、餌箱の餌を残してるなと思ったら、水が飲めてなかったんで餌を食べてなかったみたいですね。だから餌箱にくっついてるやつはもう水を飲んだんだと思います。いつも洗濯機なんか の, あのフィルターにみんな水が詰まったり、トイレのフィルターに、あ、水じゃないね、砂が詰まったりして、洗濯がすごく遅いとか言ってたんで、それもこれから家に行って掃除したいと思います。